さあみんな、次張り切っていきましょう。もう嫌だ。私、いい加減帰りたいんだけどな。まあまあ、今から行くスポットはすぐだから。いいからいいから、こっちこっち。仰々しい話を持ってきやがったな。もう今から数十年も前の話なんだけど、ある満月の夜にこの学校の女子生徒たちがここで UFO を召喚しようとしたらしいの。UFO？ 話がうさんくさくなりやがったな。でね、 UFO を召喚することはできたらしいんだけど、その子たち自身は忽然と姿を消しちゃったらしいのよ。ただ、その子たちのいた場所には彼女たちの代わりに地蔵めのミステリーサークルが残されていたんだって。で、今でも満月の夜になると月明かりに照らされて、その時のミステリーサークルがくっきり見えるそうなんだな。バカらしい。そんな後どこにも見えねえじゃん。あ、ほら、サイの足元に。うわあ！ゴミが落ちてるよん。はあ、ミャーコ、てめえあたいの寿命を何日減らしゃ気が済むんだ。こんな目立つところで UFO の召喚ね。こんなところに UFO が来たら、ナオリちゃんの家からよく見えるだろうね。別に見ても嬉しくないけど、どうせこの話はデマでしょ。ベントラー、ベントラー。うわー、よせー。はぁ、なーにやってんだか。まなみちゃんは？夜景が綺麗だね。ちょっと得した気分かな。だって
今日みやこちゃんたちに誘われなかったらこんな景色も見ることができなかったと思うから。手すりに注意して、落ちないようにね。お兄ちゃん、何が見えるの？綺麗。私んところは木が多くてよく見えないのよね。上の社まで行かないと。ここで見る夜明けってどんな感じなんだろう。時間の無駄ね。肝試しなら肝試しでもっと怖いかと思ったのに。
はあ？なんで怖いの？でちょっとだけ。でもこういうのも参加しないと味わえないんだし。でしょでしょ、やっぱり楽しいことはみんなでやらないとね。って思ってるのはてめえだけだ。あとちょっとだよ。私いい加減帰りたいんだけどな。さあ、何かしら。
そうだ、そういえば学校に忍び込んだ泥棒の首が次の日このオブジェの女神様の像に抱きしめ、だあ、こんな時に言うな。脅かさないでよ。え？あんたと一緒じゃないの？そうみたいね。そうね、校内をもう一度探すって手もあるけど。ああ、やっぱりさっき一瞬暗くなったのって懐中電灯が切れたからなのね。でも懐中電灯が使えないとすると校舎内を探すのは難しいかしら。けど？でも方向音痴のマナミやパニクった際なら迷い込むってのもありえるんじゃない？で、どうする？校舎内に行ってみる？それはあるかもしれないわね。
じゃあ行きましょうか。まだみんな来てないみたいね。このまま待ってみる？それもそうね。さっきのあれ？違うんじゃないかしら。ええ、さっきの光ってなんとなく懐中電灯みたいな人工の光って気がするんだけど。でしょ？それも違うんじゃない？あそこから逃げる時のミヤコ、かなり本気だったし。大方宿直の先生か用務員さんだったんじゃない？どうして？だってそう考えるのが一番自然じゃない。だいたい七不思議の実態なんてほとんどがそんなもんだと思うけど。それもそうね。やっぱり校舎内を見てきた方が良かったのかしら。あ、なおりちゃん！あの声は。どうやら全員無事みたいね。お兄ちゃん、なおりちゃん、二人とも大丈夫だった？あんたたちこそ遅かったわね。今までどうしてたの？うん、さえちゃんが。言うなよ、まなみ。実はね、サイってばダーッと逃げてたと思ったら、ハンドボール部の部室に駆け込んでそのまま閉じこもっちゃってたのよ。言うなって言っただろ。私は言われてないもん。へへ、さえがね。そうなのよ。まったく扉開けさせるまで苦労したわよ。まるでアマテラス大神の天の岩戸ね。
洞穴の入り口に大きい岩で蓋をしてその中に閉じこもっちゃった神様のお話よ。そんなことよりこれからどうするの？ふざけるな！あたいは絶対行かねえからな！なんでよ、さえ！なんでじゃねえ！こんなことあたいは二度とごめんだ！そうね、さすがに私も次は勘弁してほしいわ。私も。そんな、まなみちゃんもなの？あ、そうだ。さあ、そうと決まったらさっさと帰ろうぜ。私は。私もいいよ。でも。そうすると遠回りになっちゃうよ。楽しかったわね。